三次の銭をめぐるイエスとファリサイ派の論争ファリサイ派は古代イスラエルの第二神殿時代後期に存在したユダヤ教内グループ。本来ユダヤ教は神殿祭儀の宗教であるがユダヤ戦争によるエルサレム神殿の崩壊後はユダヤ教の主流派となってゆきラビを中心に置いた立法の解釈を学ぶというユダヤ教を形作っていくことになる。 現代のユダヤ教の諸派もほとんどがファリサイ派に由来しているという点においても歴史的に非常な重要なグループであったと言える。ファリサイ人、ファリサイ派、パリサイ人などと表記されることもある。なお、ファリサイの意味は分離したもので立法の本質を守らぬ人間と自らを分離するという意味合いがあると考えられている。 現在ではファリサイ派という名称は使われず、ラビテキユダヤ教、あるいはユダヤ教正統派と呼ばれている。ヘブライ語で、分離するという言葉に由来するファリサイ派の源流は、元をたどればセレウコスはサシリアのアンティオコス4世、エピファネス時代のヘレニズム強制政策に反発した、ハシディームにまで遡る。ファリサイ派とサドカイ派は、同じ頃、 ハスモン朝時代の一時期に現れたと考えられている。当時存在したファリサイ派の学者たちは、新約聖書中で、イエス・キリストから奇弁的、形式主義的であるとして、たびたび指摘されたり、対立する場面があることが知られている。ただし、キリスト自身も、復活や、霊魂の存在を信じる点や、 自身は立法を重視する面をとってみればサドカイ派とファリサイ派で言えばファリサイ派に近い。イエスの先駆者であるバプテスマのヨハネもファリサイ派の人々と対立したが、同じく自身のユダヤ教的立場は、立法を固く守る精神などどちらかといえば、ファリサイ派に近い。また、ニコデモをはじめファリサイ派の学者の中でも、イエスと対立しなかった人物も少数であるが、存在する。 その時イエスは、群衆と弟子たちとに語って言われた、立法学者とパリサイ人とは、モーセの座に座っている。だから、彼らがあなた方に言うことは、皆守って実行しなさい。しかし、彼らのすることには、習うな。彼らは言うだけで、実行しないから。また、重い荷物をくくって、人々の肩に乗せるが、それを動かすために、自分では指一本も貸そうとはしない。 マタイによる、福音書23章1節から4節フラウィウス。ヨセフスは著作の中で、ユダヤ教の4学派の一つとしてファリサイ派を挙げている。ヨセフスがあえて不適切な、学派という言葉を用いたのは、ギリシア哲学に親しんでいた、当時の地中海世界の読者を想定していたためで、あった。ユダヤ戦争の終結までは、ファリサイ派も含めユダヤ教において、 特定のグループが主流派となることはなかった。発生から神殿の崩壊まで、ファリサイ派は常にサドカイ派と対立していた。対立の理由はいくつかある。階級対立があった。つまり、富裕層の支持が多いサドカイ派と、貧困者に支持者の多いファリサイ派という構図があった。ヘレニズム文化に対して、柔軟なサドカイ派と否定的なファリサイ派の間には、 文化的な対立があった。祭司が多かった、サドカイ派は神殿によってその家人を傘に着ていたが、ファリサイ派は民衆の中に入って、モーゼの立法の精神を生きるよう説いていた、という違いがあった。聖書や、そこから派生した多くの立法の解釈の違いが主樹、あることも、対立の要因となっていた。神殿の崩壊後、神殿によっていた、 サドカイ派は消滅したため、ファリサイ派がユダヤ教の主流派となっていった。こうして街道に集まって、聖書を読み、祈りを捧げるというファリサイ派のスタイルが、ユダヤ教そのもののスタイルとなっていった。CM ドゥブノーフは、大著、世界史で、ファリサイ派は、精神的国家の衝動者であり、サドカイ派は、政治的国家の衝動者であったために、対立があったとしている。 福音書に現れるファリサイ派の記述は、サドカイ派と組んで、イエスの上げ足を取ろうと狙い、殺意を抱く、悪者として描かれているが、この描写は、初期キリスト教徒たちとユダヤ教主流派となった、ファリサイ派との間に確執があったためで、それが福音書においてファリサイ派が、イエスの論的として描かれた動機の一部であるとする、説もある。例えばヨハネによる、 福音書9時22分に、イエスをメシアだと公言する者がいれば、街道から除名する取り決めが当時、ユダヤ人当局によってなされていたと記されているが、岩波書店役の、新約聖書補充は、昼沼、ヒデムラ編、原点シニア9時大史を引いて、これは、紀元70年のユダヤ戦争後のガマリエル2世の、時に、ナザレ派のユダヤ人キリスト教徒に手を焼いたファリサイ派が、 街道で唱える廃教者への呪いになざれ派の人々への呪いを付加した事例を反映したものであるという。すなわち、これはイエス在世時にはあり得ない話で、その決定が時代を遡ってイエス在世時の事柄だとされているので、要するに自分たちユダヤ教キリスト者が置かれた当時の状況をヨハネによる福音書の執筆者たちが自らの福音書に反映させた。 記述なのだという。ちなみに、この言語となるアポシュナゴーゴスという名詞は、新約聖書中に三度使用例があるが、そのすべてがヨハネによる、福音書である。このような時代背景が、福音書記者をして、必要以上にファリサイ派をイエスの論的として書かせた背景だと考えられている。ヨハネによる、福音書や、それを題材とした作品に反ユダヤ主義があるかは、 議論されている。また、ファリサイ派から追放された、ユダヤ人クリスチャンが書いたマタイによる、福音書に現れるファリサイ派とイエス派の争いが、反ユダヤ主義になったとする見解がある。田川健造によると、ユダヤ教の宗教的社会的支配体制の代弁者であるファリサイ派立法学者に対し、その体制の中で喘ぎながら生きているイエスという男は、 徹底して批判しようとしたのだという。田川は、マタイが、自分自身が立法学者の精神の中にあるためにする、批判も多いとする。アライコンは、ファリサイ派立法学者の社会階級に注目し、彼らが小市民階級であったとする。パウロ時代のファリサイ派は、恩恵宗教ではなく、功績宗教であり、ファリサイ派は立法への熱心で正当ユダヤを、 代表していたが、神殿が破壊された後に、残されたのは、立法だけであったという。黒川智文はファリサイ派の礼拝は人を神の高みに引き上げようとするのに対し、サドカイ派の礼拝は神を人に引き下げようとするものであるという。またファリサイ派は、復活を信じていたとされる。ファリサイ派の学者に対するイエスの言葉は最も強い、非難であるが、 他の者にイエスは、そのように語っていないと、ハーレイは指摘する。ハーレイは、今日の教会も、マタイ23章にある通りのファリサイ派による災いを、受けているという。福音書に書かれているところによればイエスはファリサイ派を、偽善な立法学者と呼んで激しく非難しているが、このファリサイ派から、違法人の使徒と呼ばれる使徒パウロが出る。使徒原稿録によれば、 パウロはクリスチャンたちを撲滅しようとしていたファリサイ派であったが、復活のイエスにあって改心した。アウグスティヌスは、神の国18巻33章で、ゼパニア3章、イザヤ10時12分、ローマ9時27分から、ユダヤ人の残りの者だけがキリストを信じたと書いている。メシアニックジュダイズムでは、ユダヤ教の内部の主要な派はファリサイ派、サドカイ派、エッセネ派の3つ。 それから、イエシュアを信じるナザレ派であったとする。神殿崩壊後はファリサイ派だけが、指導力を持ち、ユダヤ教の他の形態を排除するようになり、ナザレ派を呪うブルカット派ミニームの呪い分が、ユダヤ人の祈りに加えられたと推測する。ナザレ派が、他のユダヤ人に拒絶された理由は、ルカ21章、マタイ24章のイエシュアの予言により、ナザレ派が、 ローマの虐殺を逃れることができたこと、また、何よりナザレ派が、イエシュアを信じていたことにあるとする。この時代のラビは、ユダヤ人の伝統を保持してはいるが、彼らのうちにイエシュアが救い主であることを否定する、反聖書的な聖書解釈が入ってしまったという。また、教会側は、ユダヤ人の使徒たちがいなくなってから、反ユダヤ主義になった。ありがとうございます。